この度は、海外日本研究関係者向けウェビナー、日本研究のための情報源活用法の一つとして、日本語研究に役立つ情報資源の効果的な使い方に関して、北海学園大学の方からご紹介させていただきます。まず、はじめにですが、 この講義は、えー、日本語研究に馴染みのない方も含め、えー、日本語をオンライン上の情報を活用しながら検討していくガイダンスを行うものです。えー、断りのない限り、2022年11月12月11日時点での最新の情報に基づいております。 この後ご紹介するものは、提供元の都合等でアドレスやサービスの内容の変更、あるいはサービスそのものの停止などがありえますので、その点、ご了承いただければと存じます。この講義では、近代のテキストを中心に、歴史的な日本語の扱い方について見ていきたいと思います。 それ以外の時代や、えーまあ、日本語にはさまざまな方言があるわけですけれども、まあ、そういったもの、あるいは、えー、Twitter などの SNS ですとか、ブログなんかの現代のテキストについては、まあ、時間のか、えー、関係もありますので、えー、その点、扱えないことをご了承ください、えー。日本語史研究にも有用な資料、 と、えー、いうだけに限られるわけではありませんが、えー、全般的なあのネット文化資源というものの、えー、ご紹介を、えー、以下の説教で、えー、ご紹介しておりますしまたあの、現在もこの一番下の人文情報学月報というところで、えー、ご紹介をする、えー、メールマガジンの連載を続けておりますのでそちらもよろしければご参照いただければと思います。 また、無償のデータ源を極力活用しますので、えー、有償のデータベースなどの、えー、話などは、えー、ここでは基本的に触れることができません。えー、以下の、えー、NCC ですね、あのアメリカの,あの日本関係の図書館の、えー、師匠あの,の方々の団体ですが、そちらであの紹介しているものが。あのー 参考になるかと思いますので、えー、そちらをご参照いただければと思います。はい、えー、前置きはこの辺にいたしまして、えーまあ、日本語史研究っていうものは、あるいは日本語の研究というものは何をするのかっていうことを、えー、まず簡単にお話しさせていただきたいと思います。言葉っていうのは、一人一人があの違う言葉を、えー、話します。あの、私と、えー、聞いている皆さんとでは、あの、 まあ使っている言葉が少しずつ違っていますが、まあ、でも、その、お互い意思疎通ができるっていうことは、ある程度同質性を持っているということになります。このような、その、ある程度の同質性っていうものを指して、言語というふうに呼ぶ。まあ、それが一般的なことだと思います。まあ、言語っていうのは、そういう意思疎通性に基づく同質性であるとか、えー 同じところから分かれて、えー、できてきたっていう、そういう親族性などによって、まあ、方言ですとか、えー、語族などの単位を設けるっていうことをよくします。関西の言葉と東京の言葉っていうのは、まあ、意思疎通はできるんですけれども、まあでも、そのこと、 文法が違ったり、使う言葉が違ったりとかいうようなところで、異、ま、質、あ、な言語ということは可能です。まあ、でも、祖先が共通しますし、まあ、全然その関西弁だと東京の人の話ことが分からないとか、その逆ってことはあまり考えられることではないので、まあ、日本語のそれぞれ方言と考えることができます。琉球諸島の言葉っていうのは、まあ、そういう意味で言うと、えー 本州で話されている言葉と必疎通を取るっていうことは、まあ多分困難な、その、その言葉だけで育った人たちが、えー、出会って喋ったとして分かり合えるかっていうと、まあそうではないっていう意味で、えぇ、ー、必疎通性が低いので、確かに、あの、祖先は共通するので、えー、日本語のその親戚っていうふうに、えー、考えることはできるんですけれども、 方言とあの政治的に読んでしまうこともありますし、その意思疎通性っていうところからあの別の言語であるっていうこともあのかなり多くあることですで。どうしてこういうふうに分かれていくかっていうと、やはり歴史の中で言葉が変わっていくからです。やはり、あの万葉集とか、源氏物語っていうその日本の古い書物ですね。えー、その頃の日本語から、 やっぱりその万葉集とか源氏物語っていうのは関西を中心とした言葉で書かれているわけなので、じゃあ関西の今の言葉とどうつながっているのか、まあそういうことを知りたいというのが一つ日本語史研究のしたいことです。また、やっぱり その万葉集の言葉と今の言葉だけを見比べて分かるものでもないので資料いろんな時代にいろんな資料が書き残されていますからそういうものをもとにさまざまな時代や地域に起きる言葉の状況というものを理解して変化の在り方というものを考えるそういうようなことも日本語史の研究ではしたいわけです。 30年前の言葉っていうのは、まあ今とさして変わらないわけですけれども、でも30年前にはスマホもなければヤバみとか、まあ今はなんかヤバみとかいうような言い方が、うん、若い人の間ではされてたりすると思うんですけれども、まあそういうものはやっぱり30年前にはないわけなので、やっぱりそういう、こういう単位だけでも言葉っていうのは確かに変わっていく。 スマホっていうのは新しい概念ができたってことですけれども、ヤバミっていうのは特に新しい概念ができたわけではなくて、新しい表現の方法ができたっていうことになるわけですね。そういう新しい表現の方法っていうものは30年でも変わってしまうってことです。じゃあ、30年前でそうなんだったら、100年前はどうなのか、400年前にはどうなのか。もちろん、その資料がなければ、 その時、その時でどういうふうに話していたかはなかなかわからないわけですけれども、じゃあ、昔どう喋っていたのかっていうことが全くわかんないのかっていうと、まあ必ずしもそうではないですね。言葉を変遷するといっても遺伝子のように突然変異するわけではありませんが、えー、変化には法則性がある程度あるので、推定することが可能になってきます。 例えば、日本語の一番古い資料というのは7時代のもので、まあ、それより前は、まあ、その、ヒミコがいましたとか、マタイとコがありましたっていうふうに、まあ、多分日本語を喋っている、日本語につながる言葉を喋っている人がいたんだろうなぁとは思われるところですが、じゃあ具体的にその人たちがどういうふうな言葉を使っていたのかということを語る資料自体はないわけですね。ただ、その、 いろんな言葉を比較することで、その過去の言葉の可能なあり方っていうものを想定すること自体は可能です。まあ、そういうものを比較言語学というんですけれども、琉球の言葉っていうのは、いろんな証拠から考えると、奈良時代より前に今の関西とか本州の日本語と書かれたというふうに考えられます。 八丈島の言葉っていうのもそういうようなものっていうふうに言われていますが、今はちょっと置いておくとして、えーまあ、そういうものと比較していくと、その、奈良時代より前の日本語について、ある程度推測することができるようになります。まあそういうのはう比較法とか内的再建法とかいうような、あのー、ものを駆使してやっていくことになります。例えばですね、えー、比較の例として、えー、月、 っっていう単語と木っていいうう単単語語と木この2つ目の木っていうのが、えー、今、木で同じですよね。で、奈良時代の言葉を見てみると、月の木には2種類があって、まあ、1種類、木の乙っていうのと、えー、木のウっていうのがあるんだ。まあ、その、あるんだってうんですかね。えーまあ、この2つが確認されて 二つの種類があるってことが言われています。で、単体で言うと月なんですけど、まあ、他の言葉とくっつくとつくっていうふうになります。まあ、つくっていうのは今の言葉にはあまり残っていませんが、つく読みの神っていうふうなあの神様の名前として出てきます。えつまり、月、えーまあの、まあ、一個の方は、くい、つくい、月 いいですかね、トゥクイっていうふうに、まあ、発音が想定されるわけですがトゥクっていうようなあのつく読みの紙の方はトくっていうふうになっていくわけです。で、キですね。こちらもキのオツの方を使っていたんだっていうふうに考えられています。ところがこちらは他の言葉とくっつくときにコになっていきます。えーこ そうですね。えっ、ー、と、この葉とかが、まあ、このこうっていう音を使いますよね。つまり、ええー、クイッとこう、クイッとクっていう、あの、二つの、あの、分かれ方がある。これは、えー、どういうことなんだろうか、っていうことを考えるときに、琉球のことを比較してみると、ええー、まあ、ちょっと私、琉球 <laughs>、 の専門家ではないので発音ちょっと細かく言うと違うと思うんですけれども、えー、ちーっていうような、あの、与那国の言葉ですチちーっていうふうになる。えー、で、木の方は、えー、木っていうふうになっていって、あの、同じならでは木のオツ、 クイってなるものが、与那国では2つの違う発音になる。まあ、これは単に与那国だけがそうなのではなくて、他のところもいろいろ見ていくと、こういう2つの分かれ目があるということが分かっています。そこからすると、この上代奈良っていうのが一番古いといっても、それより前の段階があって、そこの 段階か世南、えー、国の、まあ、琉球の言葉、えー、奈良の言葉で分かれたから、こういう2つの別の木の乙が存在する。まあ、そういうようなことが考えられるようになるわけです。まあ、これはあの比較言語学の講義ではないので、えー、この辺にしておきますが、こういうことが明らかにできるようになるというのは、やはりさまざまな子孫言語のさまざまな時代の言語資料が利用可能だからです。 まなので、その、あらゆる時代のあらゆる資料っていうものが、やはり、あの、細かく、あの、分析されていないと、日本語の歴史っていうのは、なかなか明らかになっていかない。まあ、これは、その、生前の歴史とかと違って、あの、なかなか、ここが重要で、ここが重要じゃないということは言いにくい。まあ、そういうものが言語っていうことになります。ただ、その、昔の資料っていうものを調べる。 にあたってもそれぞれの資料というのはそれぞれできた事情というものがあります。やはり文学を描きたいであるとか、の土地の消耗書きたいであるとか、えー、法律書きたい、それぞれできる事情というものがあります。そういう事情によってやはり使う言葉も違えば、やはり今の私たちも手紙を書くときと事務書類を作るときとで書く あの表現の仕方っての違うわけです。そういうような文体といいますが、まあ、そういう語彙とか文体などが資料にはまとわりつきますので、必ずしもその資料を並べていけば、その歴史が描けるかっていうと、そういうわけではありません。なので、その言葉を昔の人がどう使っていたかっていうところに、あの 言葉の流れ、その人をあまり考えないような言葉の流れっていうものを考えるとそこまでその文体ですとか語彙とかいうようなものは、まあ、なるべくその影響を何きたいってことになると思うんですけどどういうふうに人々が使っていたかっていうことを知りたいっていうことだとやはりその文章のこの研究っていうものもやっぱり考えないといけない、えー、言葉っていうのは話し言葉を 基盤としているので書き言葉っていうのは、まあ、社会的な価値っていうものは別として、えー、話し言葉を中心に移り変わっていくわけですけれども、まあ、書き言葉毎度時代の古文字はソウ文で書かれていますが、まあ、ただやはりそのソウ論文で会話をしていたわけではないんですね、まあ、そういう書き言葉と話し言葉っていうのは乖離するっていうようなことがありますが、まあ、そういう 書き言葉っていうものも、やはり人々がどういうふうに言葉を使っていたか、江戸時代の人々の言葉に関する生活っていうものを知りたい、文化,文化史っていうものを知りたいってなると、まあ、文章語の研究もしていかなければならないということで、まあ、言葉の研究っていうのは、そういう、らゆる言葉に関することをやっていきたいっていうのが、まあ、一番の理想としてはあるわけです。まあ、もちろん、その一人一人の研究者が、 それにどう立ち向かっていくかってことがありますので、その、まあ、ここでは手厚い、ここでは手薄いっていうようなことはもちろんあるんですけれども、理想としてはそういうことになります。はい。えー、じゃあ、具体的にどういう資料をあの日本語の歴史の研究でやっているかってことですが、まあき、今言ったように、あらゆる言語資料、言語が書かれていれば、どんなものも資料とすることができます。 なので、えーまあ、それこそメソポタミアとかであれば、その、もののリストとかいうようなものだけでも、あの言語資料として扱うことになっていきます。まあ、現在の,あのもので、そういうことを扱っていくことは、まあ、そうそう多くはないんですけども、まあ、そういうあの資料として使える余地があれば、使っていくことになります。 で年代や書き手の素性が分かっているものが最もその歴史の研究には使いやすいっていうことになります。今言ったように時代ですとか、微、ま、分、あの差によっても話し言葉変わってきます。言葉変わってきます。まあ、方言は当然ですね。文体っていうものも考慮に入れる必要があります。また、えー、ただ、その、まあ分かっていればいいんですけど、他の 似たようなものと比較しながら使って、あの検討していきますので、まあ、全部が分かってなければ使えないわけではありません。え実際、その言語資料っていうものは、できた当時の姿を丸まんま残しているものっていうのは、まあ、あんまり基本的には出土資料くらいしかないわけなので、あのよく分からなくなって、そ,その時代が移ろっていく中で変わっていってしまうものっていうのは、 かなりあるわけですね例えば、枕草子っていうのは、源氏物語と比べてもその種類が多いっていうふうに言われていますけれども、そういうものもやはり枕草子、清少納言が書いたその当時の姿が、あの必ずしも 全て残っているわけではないにしても、えー、他の、まあ、例えば、源氏物語ですとか、土佐日記とかいうようなものと比較していく中で、まあ、これはあのこの時代のものであろうとか、後の時代に入れたものであろうというようなことをあの考えながら使っていくことになります。で、えーまあ、そういうものを考えていく中で、えー、辞書なんかを、まあ、使っていくのは当然ですね。 で特に当時編纂された意味をと記載した辞書というのが特に重要にはなっています。え日本国語大辞典にかなり集約されているものが、えー、よく見る感じですね、えー。重要でも含まれないものも多いので、まあ、そのいう場合はその辞書なんか、まあ かなり紙でしか出てないかったりするので、なかなか難しいんですが、また、あの古くなればなるほど、まあ、古典的な資料を読むための補助資料ということで、必ずしもその私たちがその時代の言葉を知りたいっていうあの願いに応えてくれるわけではない,いのは注意が必要です。そういうものが改まっていくのは基本的には近代以降で、えー、近代以降で、 の辞書で、えー、使いやすいものとしては豊島正之氏、女子大学の、えー、作っておられる日本近代辞書、辞書集っていうあのオンラインデータベースですね。あと明治学院大学図書館が和英語に修正というこのヘボンっていう、えー、幕末から明治初期にかけて日本に宣教しに来たあのお医者さんですが、まあその人があの 作ったあの大型辞書が、和英辞書ですね、まあ。英和部分もありますが、えー、そういうものをあの活用しながら読んでいくことになります。これは、えー、と豊島先生のものと違ってあの、自分の調べたい単語を入れると、その単語が入ってそうなページを出してくれるというタイプのテ、えー、ジサルアーカイブスということになっております。 吉島先生のものもデーータベースですねで、えーとまあ、日本語学の日本語史の基礎的な概念を知るための辞典、まあ、としては、えー、日本語学大辞典ですとか、日本語大辞典、えー、日本語学研究辞典などがあります。まあ、全員、e l ライブラリーで日本語学大辞典を利用することができますが、えー、図書館から、まあ、多少お値段を出して、えー、契約することになります。で えー、日本語詞の研究をする上での,あの外出書としては、えー、大木勝夫先生のガイドブック日本語詞調査法というものが比較的あの使いやすいものになっているかなと思います。はい、えー。で、利用可能な資料に関してご説明していきますと、まあ、今言ったような、そのワイゴニ修正のような、本当になんかあの自分でローマ字を読んでいく。 目で追っていくっていうようなことをしないといけないものから、まあ、そのコンピューターで研究にすぐ使えるようなものまで、まあ、さまざまな資料が存在していることになります。このような、まあ、自分で読めればいい、その自分がそもそも読む能力を持っていて、まあ、そういう古い書かれたものを読む能力を持っていて、えー、まあそういうものを研究できればいいってことですと、まあ、新日本古典積総合データベースっていうものが、 最近、えー、できまして、そこでは様々な古典籍資料の画像が掲載されていて、活用することができます。また、この後お話しするような、えっ、ー、と、国会同士館のデジタルライブラリー、デジタルコレクションですね、すみませんデジタルコレクションにも多数あります。えー、また、文章、日記と歴史学の資料であれば、東大資料編纂所のッ i p s というデータベース、 で、いろいろ見ることができますで。そういう古いものをただ読めっていうのも大変なので、それを補助するっていうツールも最近増えてきています。CODH っていうところが出している古典籍解読アプリ MIO っていうものが、あのそういう古典籍の、えー、とを今の文字ですると、まあ、どうなるかってことをあの サティストしてくれるやつですね。で古文書ですと、えー、奈良文化財研究所、が出して文字像というアプリがあって、えー、短時間で開拓支援を受けることができます。えー、あと、突破印刷も、えー、優勝で提供しているということです。アプリが2022年3月公開というふうに聞いております、えー。国立国会図書館デジタルコレクション えでは、近代以降の図書資料を豊富に利用することができます。古典籍も大あのいろいろ持っていらっしゃって、えー、こちらもかなり最近、オンラインで公開されていてあの、非常にお世話になっています。雑誌などは図書館、えー、個人送信などで見る必要があるものがほとんどです。海外からの利用もあの制度としては可能ですが、まあ、現状では制約が多いというふうに伺っております。 ジャパンサーチっていうのが、その今、日本、えー、政府を中心に、えー、公的な、あのー、連携データベース間の横断検索を行うというタイプのものができていて、えーまあ、日本語の古い資料を調べるにあたって、まあ、そのかかり結びとか、そういうようなものについてとか、この単語知りたいとかいうようなものにあたって、 さすがに使えないんですけれども、例えば、源氏物語が見たいとかいうような、あの古い写真本が見たいとかいうようなことがあったときは、このジャパン r c h を便利に使うことができます。そういう資料の検索っていうことで言いますと、Google Books であったりとか、インターネットアーカイブ、ヨーロピアーナなどの,あの海外のものも十分使うことが考えられます。また、えー、日本語詞ですね。 ととししてはちょっと意外かもしれないんですけど、新聞データベースっていうものも比較的あの使うこと、よく使います。えー、読売朝日毎日が、えーとまあ、明治の創刊時までのデータベース化をしていて、まあ、それを活用することができます。ただ、全文検索はあの各社は提供しています。その機内のものまでは提供していないので、そのキーワード検索ということにはなっていくんですけども、 読売新聞がその点、あのキーワードをあの丁寧に設定しているので、あの使い勝手があの結構あるものになります。日本語の話というものは、研究者が論文とか。 とか、まあ、リーティン・ディショの形であの掲載するっていうような形で提供するものもかなりあります。そういうものはサインリサーチから検索ができます。タイトルに、英印、あるいは本国、注釈と、まあ、そういうものですね。英印は画像、本国はテキストに、えー、起こしたものです。えー、書籍の場合はその、いろんな名前がついてることがあります。まあ 原人物語とか枕草子とかではそんなことないんですけど、伊勢物語は伊勢物語っていうふうに、その本に題名がついているものはあまり多くない。在の上、えー、中上物語とか言ったりあの、そういう遺書っていうものがあります。そういういの 確認には以下の日本古典積層、五目録データベースとかいうようなものを活用することができます。えで、こっからあのメインでお話ししていきたいことになっていくんですけれども、n d l ラボっていうと、このデジタルライブラリーっていうものが今回ちょっとあの研究に使ってみたいものとなって。 そのの実践ととしててて使っっみたいものとなっていもなますこれは国立国会図書館次世代システム開発研究室が開発する実験的サービス群です。国立国会図書館のデジタルコレクションの次世代の姿をあの模索するとかいうようなあの実験的な性格を持ったサービス群です。そのためその 国立国会図書館で実際のコレクションに将来的に移行したり、廃止されたりすることは当然あり得るものとお考えください。ただ、そのサービスそのものがなくならならければ、データとかソフトウェアの,その根本というものは大きく変わらないのではないかと予想されますので、ここで活用方法をご紹介するものです。 サービスについてはあの当事者からのご紹介を、えー、お,お読みいただければと思います。NDL ラボに置かれるものはいろいろあるんですけれども、日本語誌研究に活用できるとして、全文検索及び NDL ・ N グラム・ビューワーの2つをご紹介します。えー、これは2021年度 OCR テキスト化事業の成果という,ふうなことです。関連する成果として NDL る o c r アプリケーションというものがあって、えー、手持ちの近代資料の OCR に一般利用できるというものだそうです。NDL 古典籍 OCR というものもまもなく公開予定というふうに伺っております。こちらのデジタル,ジタルライブラリの全文検索ですとか、NDLN グラムビュアーに関するデータやソフトウェアの一部が GitHub 上で公開されていますので、あの まあ以下の,そのサービスを利用する形でも使うことができますが、ご自身でプログラミングなどをしていただいて、活用していただくということもできるようになっているようです。全文検索ですが、実世ライブラリーの機能の一部で、次世代デジタルライブラリーの画像検索とついになっています。古典籍から著作権満了確認済み図書資料の全文検索。 ができるものです。年代と分類検索が可能。分類っていうのは、その NTC ですね、の検索が可能です。現状、実害時あのっていうものの多くは、えー、ゲタと呼ばれる、あの、まあ、範囲外っていうんですかね、えー、っていうものの表、あの文字で表現されているので、あの、その文字では検索できないって、検索できない文字があるということに注意が必要です。 変態仮名はあの対応外ということにはなっていませんが、まだデータがあまり多くないようなので、えー、精度としては高くなっていないのかなと思われます。で次が NDL N グラムビューワーというもので、次世代デジタルライブラリーの本部の一部に特殊な処理、まあ、N グラムというやつですが、えー、処理をして出版年代ごとに出現頻度を列挙可視化できるようにしたものというふうに言うことができます。 今お話しした、えー、全部検索ですが、2022年12月21日から国立国会図書館デジタイルコレクションがリニューアルし、テキスト数247万点が検索可能になる。n d n a グラムビュー案も1月にその範囲に関して、えー、N グラムの検討ができるということです。で今回はあの、えー、と実験的にその <laughs> 利用させていただくことができたので、その範囲の N グラムもちょっと出してみました。N グラムビュアは正規表現や複数クエリで複数の頻度を見ることができます。以下は私を〇〇にする、あるいは〇〇〇にするっていうものを正規表現というもので書くと、こういうふうになるんですけども、この検索結果を あの、とりあえず出してみたものです。こうやって見てみると、私を馬鹿にするっていうのが一番多くて、幸福にする、大切にする、えー、不幸にする、自由にするっていうものが続いている。ですかね。えー、で、これが、あの、拡大したデータなんですけども、えー、こうやって見てみると、 古い方であった私を大切にするが消えてしまって、私を不安にするというものが代わりに入ってきています。で私をバカにするに関しても、そのデータがそのかなり増えて、えー、精度が上がっているということが分かります。えー、とこれは出現頻度上位分、あのー、5件をグラフにしたものなの でえー、じゃあ他に何があるのかっていうと、<laughs> まあ、バカにするの、バカをひらがなにしたようなものが出てきたりするんですが、16件しか古い方では出てなかったのが40件になるっていうことで、えー、かなり調べられる範囲が広がっているっていうことが分かります。で私を不安にする、あそうですね、えー、っていうものが1 9 14年ぐらいから出てきていて、私を自由にするも1900年ぐらいからと言葉がどういうふうに出てきたのかっていうようなこともあのここからちょっとお伺いすることができるのかなというふうに思います。自由っていうものも まあ古くはそういうあの使い方はしなかったはずなので、こういう用法の変遷というものも確認できるということだと思います。で、えー、今の、今までのものはあの、研究者の手が入っていない資料ということになるわけですけれども、研究者の手が入って、その研究、かなりあの。 確実なものとして研究に使いやすいものとして、注釈の備わったテキスト、工程の、えー、進んだテキストというものがあります。まあ、先ほどそのサイニリサーチで挙げた、注釈とかここ、本国なんかも、えー、そういうものに数えられるものもあるとは思いますが、基本的には、えーうん、本になったものが一番精度が高いということにはなってきます。 えー、新編日本古典文学研修という小学館が、えー、出したものが、今ではそういう日本の古典文学の、その、なんていうんですかね、定本ということになっていて、えー、ネットアドバンスの優秀ナレッジベース、ジャパンナレッジで、えー、利用可能ということでかなり利便性があります。で、日本語の歴史ということでいうと、 まあに先ほどの,あの新編古典文学全集というものは文学研究がメインなので、のこの単語がどういう単語であるのかということについてあまり説明とかないわけですけれども、そういうこの単語はどういう単語なのか、どういう文法的なあの特徴があるのかといったようなことをあのテキストにその書いていく、そういうデータというものがあって、そういうものをその えー、アノテーテットデータとかいたりしますで。そういうもののデータベースをコーパスというふうに言います。日本語についてのコーパスっていうものは、この後お話しする国立国語研究所の提供するものがあります。また、NII、えー、国立情報学研究所通通して提供されているデータセットや、言語資源協会っていうところが、えー、優勝で提供しているものがありますが、基本的には現代語のものなので、ここではご紹介しません。 で国立国語研究所が公開している日本語発パってというものもいろいろあって、言語資源開発センターというところから公開されております。で現代語から古典語まで、書き言葉から話し言葉まで、共通語から方言まで、様々な日本語に関するデータというものが、その詳細な言語学的な分析をされた上で公開されているということになります。でこちらは 極力同等の単位で検索できるよう細かな工夫がされています。つまり方言っていうものも、当然、その、まあ私今、北海道にいるわけですが、北海道にの方言、東京の方言、大阪の方言、えー、九州の方言とかいうものは、全てあの違っていて、言葉も違えば音の形、同じ元にたどる言葉でも、 音の形が違ったりするわけですけれども、そういうものもあの同等に検索できるよう、えー、古い言葉も今の言葉で比較的検索そのスムーズに検索できるようにあのいろいろ工夫がされています。で機械によって、まあ、そういうものをある程度処理することができて、えー、そういう自動的に分析した箇所と、 専門家がチェックして、正確性を高めたものとが混在していますので、その点を注意が必要です。でこの国語圏のコーパスというものは、基本的にチューナーゴンという検索システムに申請をした上で利用する形になります。基本的には無料で利用可能です。 の講習ビデオなんかはこちらのアドレスからご覧いただけます。最近、その中間田先生という方が中南言を活用したコーパス日本語研究入門という本を出されて、活用方法を一冊にまとめておられます。また、中間田先生は YouTube にチャンネルもあの 公開なさっていて、い、まあ、そういう検査研究の仕方であるとかいうようなことを、えー、かなり詳しくあのお話しくださっていますので、こちらもご覧ください。で、日本語コーパスにはかつ単発的に公開された利用申請不要なものがあります。えー、近代語のコーパス、うんえー、として、まあ、若干があります。 検索ソフト、ひまわりっていうものがあって、えー、そこからコンコーダンス検索をすることができます。コンコーダンス検索っていうのは、まあ、今では、あのー、画面に、その、助詞の和っていうものを、その検索、こう、いというところで検索していますが、この和っていうものを入れると、えー、その和っていうものが、そのデータベースの中で使われている、あのー、文脈っていうんですかね、 実際に使われている形で抜き出してあの一覧にしてくれるというものをコンコーダンサーというふうに、えー、呼びます。まあ、今だと、名録雑誌のコーパスの検索をしていますね。キーというところに和というものが並んで、まあ、その前後が、えー、乗っかっているという形になっています。で品種が何であるかとか、えー、どんな雑誌に乗っかっているか。 とかいうような言語学的分析とか、まあ、書士学的な分析とかもありますが、まあ、そういうデータってものを蓄積したものが、えー、コーパスっていうことを、まあ、簡単にあの理解できるかなっていうことでお示し,しておりますで。国立国語研究所の日本語コーパスは、まあ、いろいろな制約 によって、欧米のコーパスと違って、公文の検索っていうものが非常にしにくいものになっています。まあ、全く不可能ではないにしても、ちょっと難しいです。で、中納言より簡易なものとして、登録の不要な小納言っていうものがあります。また、歴史からプロファイリングを検討できる、まあ、どういうパターン、その、行くっていうあの動詞っていうものは、どういうような助詞、 とよく何とか2なのか何とか A なのかとかいうようなことを検討できるシステムとして NINJALLWP4BCCWJ とかいうようなものがあります。はい、ちょっと情報が多かったと思うんですけれども、それを実際に活用してみるものとして、目色と見たいだっていうものをちょっと実際に調べてみて、どういうふうに使えるのか。 といいいうご説明をしたいと思います黙食って言葉ですね、えーまあ、最近、まあ、ここ数年ですね、黙活と呼ばれる、あのー、ことが、まあ、一時期増えて、まあ、最近そんなに言われなくなってきましたが、まあ、それでもまだやはり大事なこととして言われています。黙、ま、食、あ、ですとか、黙浴、黙筋トレなんていうものがあったようです。 でこの「もっかつっていうのは新しい言葉っていうふうに言われているんですけど、本当に新しい言葉で済ませていいのかっいうことは、まあ誰も多分そこまで調べていませんので、まあ、ちょっとまあ自分で調べてみようっていうことですねで。みたいだっていう動詞助動詞ですね。えー、これはなんとかみたいだ。これはペンみたいだ。っていうのも、まあ、新あの比較的新しい助動詞なんですね。 でそれは、今までのコーパスを使うと、まあ、具体的な国語圏のコーパスを使うとどうなるのか、で新しい N グラムビュアというものを使うとどうなるのかってことをちょっと見てみたいと思います。どう調べるかですが、まあ、辞書の掲載状況を確認しておくっていうのはとても大事なことです。当時の辞書及び日本語国語大事典をまず確認して、えーまあ 事前の知識を得ていく。また、国語健コーパスで、その、見取り図を得ておくってことですね。まあ、その上で、NTL でクラブビューを活用して、まあ、変を確認したりとか、先行資料に漏れたものを探す。まあ、そういうことを、あの、考えることができます。まず、目色ですが、まあ、辞書には全く出てきませんでした。国語健コーパスにも全くありませんでした。 じゃあ NDL、N グラムビュアではどうなるか。えーまあ、目色っていうものを NDL、N グラムビュアで見ていただくと、えー、あの上のアドレスを入れていただくと、次のようなグラフを得ることができます。こう見ると、0ではないということがわかります。で、このグラフをどう見るかなんですけども、 左側が 8E の8とか 7E の8とかいうふうに、ちょっと見慣れない単位ですね。これは単位数と呼ばれるもので、その割合など、これはその,その同じ年の中で、どれぐらいの割合でその言葉が出てくるのかっていうことをその図示化したものになるんですけども、え。ー かなりその割合として小さくなってしまうのでそういう小さい割合を読む時は対数というものに変換して見ることがよくありますちょっとこれは対数グラフとしても <laughs> 変わった形だと思うんですけどもメモリーっていうのは1年単位なんですけどアラ頻度としては10年ごとにグラフが計算されているので10年間で出発 点数が一様でない場合に突出して予例がある年があると、グラフが歪みやすいという問題があります。まあ、明治ですとか、明治以前とか、1911年というのが都道府県議会議事録の登録が集中している年、1945年というものはやっぱり廃線の,の年なので少なくて、46年以降もあのガッと増えていくというようなことがあるので、えー、グラフにして描くときは、 まあ、それらの都市に注意して見ていく必要があります。個別の結果をあのダウンロードして、あの自分でその計算すると、多少その問題はあの解消されますで。要例の少ないものは、あの、まあ、OCR の誤りというものに気をつけなければいけません。また、えー、ご機嫌ようというものを調べたいときに、この、ご機嫌ようの 起源のところに他に何が入るのかなってものを調べたいときにあの、例えば次のようなあの5、ドット、カッコによしみたいなあの正規表現を考えることがとりあえずできるんですけれども、まあ、じゃあこれを調べてみるとかなりあの関係ないものが出てきちゃうんですね。なので、その 国語圏のやつと違って、その単純にテキストの検索をしているっていうだけなので、その自分が調べたい単語が入ってきているのかどうかということを必ずチェックしなければならないっていうのが、注意ポイントってことになります。なので、えーまあ、全文検索ですね、えー、さっき言った通り、次世代デジタルライブラリーの全文検索っていうのは、まあ、多分あのこれを皆さんがご覧になる頃には、 ま、そこまで大事。あの、えっ、ー、と、デジタルコレクションの方に、あの、統合されているかもしれないんですけれども、いずれにしても全文検索で必ず確認していただくことが必要になります。大半は、あの、目色とは、あの、無関係であったり、まあ、そもそも目色とは切れない例だったりするんですけど、それでも一例がヒットしたっていうのが大事なポイントです。えー お花はいかにして教育すべきかっていう資料ですが、えー、いろいろな会話の台を次から次へと出さなかったならば、おそらく養殖中の1時間を白けきった黙食レースのような殺風景極まる一幕を演じたことであっただろうと思ったっていうようなものです。えー、黙って食べるっていうのは、 まあ今の目色と一緒なんですけど、ここでは殺風景な光景として用いられています。まあ、今の目色っていうのは、えー、まあそういうその場が白けきっているとか、まあ、本当になんか押し黙っているっていうことではなくて、しゃべらないようにしましょうっていうようなニュアンスだと思うので、まあ、そういうニュアンスも含めて、えー 言葉の意味っていうふうに考えるんだとすれば、確かにこの黙色っていうのは新しいのかもしれないっていうのがまずわかりますで。実際には、あの、学校現場などで70年代には用いられていることが新聞データベースの検討からわかります。特定の場と結びついた言葉を集団語っていうんですけれども、集団語としては黙色っていうのは、あの、すでにあったわけです。まあ、ただ、その、やはりコロナ禍、 っていうようよな特殊な状況で、まあ、新しく発明再発明されて、えー、そういう集団語に過ぎなかったものが、まあ、一般語となったとっいうような考え方はもしかしたらできるのかもしれませんえ次に見たようだみたいだ、えー、っていうものについてお話ししたいと思うんですけど助動詞見たいだっていうのはえ見たようだっていうような、えー、言いましから来ています 見たようだっていうのが見たようだっていうふうに静まって、えー、さらにヨダっていうのが、まあ、多分あの類推と呼ばれるものから、えー、見たいだっていうものに移り変わっていきますでさらにこの見たいだがその何々したいとかと混同、えーまあ、して、えー、見たい見たくっていうような形容詞的な活用をしていく、えー、っていうような 見たいだ自体は慶応同士ですね。えー、で、浮世同士、公職一大女、1686年には、えー、色町を見たように思われて潮らしければっていうようなあの、見たようだっていう古い形があります。で、この見たようだっていうのは、案外あの最近まで残っていて、 えー、夏目組織の我輩は猫であるに、えー、羽織の紐をひねくりながら謎見たようなことを言うな。これは謎みたいなことを言うと言い換えてもあんまり変わらないですから、えー、この謎みたい見たようなっていうのは、あのー、この頃までは少なくとも生き残っているわけです。えーでまあ、ここではあのー、そこまでお話ししませんが、えー、NDL イノグラムビューワーとか、 国語系のコーパスとかを使ってみると、戦後までこの,の言葉は、まあ、使われていたということが確認できるので、まあ、かなりその本当に最近、移り変わってきたような助動詞ということになりますで。みたいだっていうのは、日本国語大辞典によれば、一番古い頃の例として、新英累 重ねが物資の、えー、お前のように子供みたいにはどけなくなっちゃ困るねっていうみたいにっていうのが、えー、かなり古い例であるということが言われています。杉浦市によれば江戸時代からある程度確認できるということだそうです。で国語圏のコーパスではこの見たようーどう検索できるのか ちょっといろいろやってみたんですけども結構あのややこしいねえー、を見たようだだけでしたら、まあ、5位相を並べればよいんですけども上等式としての見たようだっていうのはあの2つの調べ方をする必要があります何とかを見たようだが何とか見たようだっていうふうにまずおが落ちていくわけですけどもお、まあ、が落ちていくって っていうことを表現するには、ウェハクっていうもので、ノット・ゴイソをっていうふうにやらないといけないとか、えー、この見たっていう部分をすでにあの助動詞・みたいの,あの一部だとあの処理しているところがあるとかいうことで、えー、結構あの内部的にややこしい扱いにはなっているんですけども、 えー、検索することができます。で、見たようだについては、国語圏のコーパスでは出てこないということが分かっています。まあ、これはあの出てこないので、あの文字列検索であの正規表現に近い形であの検索することができますので、それを利用したものです。えっ、ー、と、ご遺送でも正規表現的な書き方、ある程度できます。 で今のものを、まあ、ちょっと見たようだと見たいだに絞って、あ見たようだ、そうですね、えー、見たようだもを見たようだは、あのー、普通の使い方、えー。彼は何とかを見たようだとかいうような、あのー、普通の言い方が混ざってきてしまうので、ちょっとグラフにしにくいでので、えー、何とかをのないタイプの見たようだ。えー ですね、だけを挙げて、さっきの夏目組織の謎を見たようだのようなやつと、みたいだっていうものの移り変わりをちょっと見てみました。そうすると、1874年ぐらいに、まあ見たよう、見たいだの一番古いものがあって、まあ、見たようだと、み、まあ、たいだっていうのは、まあ、1900年ぐらいから1920年代ぐらいにかけて、 まあ、その勢力があの変わっていくのかな。見たようだ自体があの多分、文字に残りにくいあの形なので、また、あ,のあまり数としては出てこないんですけど、まあ、そういうことがひとまず考えられるわけです。まあ、その上で、えー、エンカラムビューアにかけてみると、まあ、こちらでは見たようダはそもそも、あのの次に述べるように、見たようダ自 動詞としての見たようだだけを調べるのが難しいので、あのー、出てこなかった見たようだだけをあのちょっと調べてあります。で見たようだと見たいだっていうのはいっぺんに調べることができて、まあ、上のような正規表現でえ調べることができますで。そうやって見てみると、1880年代からすでに みたいだっていうのはまあある程度出てくるまあこれがどれぐらいそのご O C R が入っているかっていうのはちょっと件数が多くて調べきりない調べきれないんですけれどもみたいにとかみたいなっていうものはまあすでにあって、まあ、見たよだとか、えー、見たようにっていうものよりすでに多いっていことが。 わかります。こうしてみるとあ、見たように、見たような、えー、から比較的、あの、みたいだっていうものへの、あの、移り変わりっていうのは、案外急だったのではないかっていうような、えー、印象を持ちます。これが審判ですね。えー、ちょっと、あの、急判だと、そのデータの数の制約から、 あのグラフの凸凹が急だったんですけれどもかなりあの穏やかになってあのより信頼性の高いグラフになっているっていうふうに言えるかなと思います。 で、データが乏しく、詳しく見ることができなかった、見たようだっていうものも NDL、グランビュアであれば一定数集めることができ、活用系の移り変わりも確認することができるっていうことが、ここでわかりました。まあ、データの増加に伴い、極端な容量の偏りっていうものも落ち着いてきているっていうことがわかります。まあ、数は力だっていうことですね。まあ、ただ、なんとかを見たようだから、なんとか見たようだ っていうものにどう移り変わるのかっていうことを、その正規表現だけで表現するのは実質的に不可能です。えー、ですから、まあ、これに関してはあの見ることができません。なので、エネルギュラムビューアーがあれば、他のものはいらないってことにはやっぱりならなくて、既存の資料との併用っていうものは、これからも必要であるってことですね。はい。えー、私の お話としては以上です。えー、で、まあ、実際に今のお話聞いてみ、あの聞いていただいて、まあ、ちょっと情報量も多くて、なかなか、あのー、分かりにくかったというところもあると思うので、実際に試してみていただいて、実感していただくのが一番いいのかなというふうに思っております。えー、なので、あのこういうことをあのやってみると、あのー、実感できるんじゃないかなということで、以下の3台というものを、うん え、出しています。まあ、これは全然、あの、答えがあるとか、あの、テストとかいうようなものではないので、えー、ま、こういうことをやってみていただくと、あの、実感できるのかなっていうふうに思いますので、ぜひ、あの、面白いなと思っていただいた方は、やってみていただければというふうに思います。はい、えー、ちょっと、あの、急で、いろいろ、話したりないことも、 えー、多かったかと思いますが、えー、私からのお話は以上になります。どうぞありがとうございました。